米大学バスケットボールノンカー、全米大学体育協会、トーナメント女子決勝が7日、日本時間8日、オハイオ州クリーブランドに行われ、サウスカロライナ大が87-75でアイオワ大を破り、2022年以来の優勝を遂げた。アイオワ大は昨年に続く準優勝。カーの通算得点で最多記録を塗り替えた同大のケイトリン・クラークに、全米タイトルという勲章は加わらなかった。 アイオアは第1クオーター、9、オ・クラークの3ポイントシュートなどで27-20で終える好スタートを切ったが、第2球終盤に逆転を許す。その後も差を広げられ、クラークが計30得点と奮闘したものの、優勝を逃した。驚異的な3ポイントシュート力、この2月にはケルシー・プラム、東京五輪3人制女子金メダリスト、ガモツンカー通算3527得点を抜いて4000点に迫ったクラークは、 男子の NBA スーパースター、ステフィン・カリー、ウォリアーズに例えられるほどの超アスリート。個人的支出への対価名目で収入を得られるんかあの NIL 制度を通じてナイキなど多数の有名企業と契約し、その総額は約300万ドル、約4億5000万円とも報じられている。個人としては数々の栄光に彩られたクラークにとって、何より欲しかったに違いないのがマーチ・マッドネス。 おせいしてのチームタイトル昨年の決勝で屈したルイジアナ州立大を破ってファイナル4に進み、再び決勝の舞台に戻ってきた。決勝を前に話題を呼んだのが、大リーグで大谷翔平投手の元チームメートであるエンゼルスの主砲マイク・トラウトのインスタグラム投稿。クラークの背番号22が入ったアイオワのジャージーを着た自身の写真に、チェンジング・ザ・ゲーム。のメッセージを添えた。 これにクラークは絵文字3つを返し、両者は繋がった。9階のスーパースターからエールを送られた女子バスケの長大持つ。15日に行われる運馬のドラフトで再びスポットライトを浴びることになりそうだ。